97式手榴弾は1937年に大日本帝国陸軍で開発された手榴弾である。97式手榴弾の開発以前、陸軍で使用していた代表的手榴弾として91式手榴弾が存在する。91式手榴弾は底部に推進用の装薬室が装着され、通常の手投げから敵弾頭の利用も可能だった。しかし、 敵弾刀利用の目的から、遅延時間は7から8秒と長く、投敵しても敵兵が投げ返してくることが多かった。昭和12年9月15日の兵第748号通帳により、陸軍は敵弾刀兼用ではなくて投げ専用の手榴弾の開発を行った。対応を急いだことと、従来の91式鋭化手榴弾に回収を加えただけのものであることから、 機能試験を実施しておらず、昭和12年10月2日には仮正式が上申されている。そして、昭和12年に誕生したのが97式手榴弾である。97式手榴弾ホノルルの陸軍博物館、収蔵品目的は、破片によって人馬を殺傷することであり、防御型手榴弾に分類される。形状は円筒型であり、中鉄製の玉体の外面には、 筋目が施されている。これは、炸裂によって、適当な大きさの破片を多数生成しようとする意図があった。ただし、破片の効果的な生成には、外部ではなく、内部に筋目を入れなければ効果がない。手投げ専用の目的から、敵弾頭用の推進用創薬室は廃止された。策薬は、TNT 火薬 65g が用いられ、 玉体に圧作直接充填されている。玉体の上部に起爆筒と呼ばれる銅製の新刊が装着されている。新刊は A 化手榴弾97式新刊を用いる。これは A 化手榴弾10年式新刊と構造機能はほぼ同じだが、可動薬の長さが 20mm に短縮されている。刊薬の長さは 15mm とされた。 これにより遅延時間が7から8秒から4から5秒に短縮されている。起爆灯の外部には区別のための注意書きが4から5秒と刻印され、また、誹謗に紫色標識が付けられている。新幹用の火薬には、秒和薬と雷光を充填している。さらに、新幹灯側面には小さな穴が存在し、使用前には保護のため金属箔で塞がれ。 新幹作動中には遅延薬の燃焼炎を外部に逃がすことができたが、使用者の手に火傷を負わせる危険性があった。新幹内の激震は、不要意に雷管を叩かぬ目的から、新幹上部の誹謗と共に安全ピンで固定されている。輸送中の事故を防止するため、工場出荷時の状態では、激震が誤って前進しても雷管に届かないようになっている。そのため、 使用に先立ち、一旦安全ピンと誹謗を取り外し、激震をねじ込んでおく必要があった。また、91式手榴弾とのご使用を防ぐ目的を、含め、玉底にも標識紙が貼られ、延期秒時4から5秒と印刷されている。これにより、91式手榴弾との区別を行っている。使用方法は、まず起爆筒に付属している安全ピンを抜いた後に、起爆筒を叩き、 内部の銅火線部に摩擦発火させ投敵を行う。しかし、当時の連合軍が使用する手榴弾に比べて、作薬量は少なく、威力も小さかった。また、スプリングによって自動的に新艦に転化させる連合軍の手榴弾に比べ、発火に要する動きが一つ多い。97式手榴弾は手投げ専用に設計されてはいるが、99。 式典小銃や38式不標銃に装着して使用する簡易的弾機も考案されている。第一陸軍技術研究所、簡易的弾機の参考。ありがとうございます。